阪急ブレーブスは52年の歴史をすでに閉じましたが、今その阪急ブレーブスのユニフォームに背番号17を見せて一人のピッチャーが最後のマウンドに向かおうとしています。大きな拍手歓声、文字通り阪急の17番はこれが見納めであります。山田久志40歳、去年の10月23日公式戦オリオンズとの最終戦で完投して以来のマウンドでやります。そしてまた場内アナウンスで1番センター福本という紹介がありました。これまた去年10月23日オリオンズ最終戦以来のスタメンであります。清原カウント2ストライク1ボールから4球目を投げた、空振り三振、山田見事に2000本三振をこの清原から取りました。見事に2000奪三振であります。これが62年8月24日2000奪三振、その後58個の三振ダッシュを追加しています。そしてもう一つ忘れることのできない記録があります。昭和50年から12年間連続開幕投手、おととしその開幕投手の座を佐藤投手に譲って、ぼつぼつ俺も引退の時期が来たかなと話していたのが印象的です。山田、福本、この両選手が懐かしい阪急のユニフォームでこの西宮球場に登場しました。さあこれから注目の第1球、打席の河野に対します。ストレートでストライク。そして今日解説席にはこの2人が入団した当時の阪急の監督西本さん、それから同期の加藤さんにおいでいただきました。西本さん、はい、今の感慨はいかがですか。もう一口じゃ言えないですよね、はい。非常に、まあ、感慨深いものが ありましてですね、よくも、まあ、こういう引退試合をしてもらえるようなね、そういう選手の成績を残してくれた、そういう嬉しさがありますよね、はい。それと同時にですね、この隣におる加藤君も含めてですね、この3人をね、私は相手にして敵に回して戦ったこともある、はい。ですから非常に頼もしい選手でもあったし、憎らしい相手でもあったですね。そうですか。さあ加藤さんの考えはどんなものですか。もうね、僕はやはりこの2人と2人がいたためにね、ここまで来れたと思うんですよね、はい。もう本当に一言で言えば寂しいなっていうことだけですよね、はい。独特の浮き上がるストレートでまず河野を三振に切って取りました。それから今日はこの2人のご家族が、この西宮球場で観戦されておりますが、そちらの方は一つ中島優子アナウンサーからインタビューをお願いしたいと思います。はい、こちらには今山田さんと福本さんのご家族がいらっしゃってます。山田さんの奥さん、いかがですか。もう素晴らしいピッチングでしたよね。いいですねもうこれが最後になるんですけれども、残念ですね。もう 2,3 年やってほしいですね、今見てると。いや、まだまだ本当にねできたんじゃないかなと思いますね。今日のために何か特別に練習されてましたか。いや、全然邪魔、昨日ですか、子供とね、10分ぐらいキャッチボールしてました。それだけで、これだけでもうスワーズですよ。こちらは息子さんの正弘君です。お父さんに頑張ってって。頑張って。はい、ありがとう。こちらは娘さんの澄江さんなんですが、お父さんやっぱりマウンド上だと違いますか。少し違う。どういうふうに。ママ頑張れ。普段と違うから、なんかユニフォーム着てるから偉大に見える。ユニフォーム姿っていうのはね、違いますよね。見れないから寂しい。あとこちらにではですね、福本さんのご家族もいらっしゃってるので、福本さんの奥さんです。どうですか、福本さん、センター守っていらっしゃいますけど、最後まで務まるのかどうか心配ですか。緊張していらっしゃいますか。私ですか。あんまり。福本さんは今日はどのようにおっしゃってました。別に何も。分かってくるよって。そう。はい、そしてこちらは息子さんの純也君です。お父さん、どうですか。頑張ってます。こちら和也
田君もお父さんに一言頑張ってください、こちらはこのようです。翔太さんどうぞ。2者連続三振、そして篠塚をファーストゴロに打ち取って、今山田がゆっくりとダグアウトに引き上げます。もう阪急山田の姿はこれで見られません。さあそれでは岡林アナウンサー、ベンチ前におりますので、ちょっと山田投手のインタビューも含めてお願いします。今オリックスキッズの2人が山田投手に花束を贈呈しました。そして今ボールを一塁側のスタンドに山田投手が投げました。ちょっと照れくさそうにゆっくりとゆっくりとベンチに帰ってきました。そして今グラブまで一塁側のスタンドに放り込みました。さあそれでは山田投手にお話を伺いたいと思います。山田さん本当にお疲れ様でした。どうもいろいろお世話になりました。ありがとうございました。まあしかし久しぶりのマウンドだったんですがどうでした。いやストライク入るかどうかね非常に心配だったんですけどね、思ったよりうまくいきましたね。しかし見事なピッチングでしたね。いやもうやってくれたんですから、三振してくれたんですから、ね、そうですか。まあでもねこれで本当に終わりだなっていうのを。そうですね、やっぱりユニフォームがね全然違うでしょ、本当に他のチームでね今まで違うチームでやってたという感じですからね、ユニフォームが全然違う感じで一緒にベンチ行っても居心地悪かったですよマウンド上で何か考えました。いや、まあ考えるというとにかくストライク入るかどうか心配だったんでね、まあみんな空振りしてくれたんで、花を持たせてくれましたよ。じゃあブレーブスの後輩の皆さんに最後に一言まあ今年は十分にね戦力も進んだし、古い選手一人辞めましたからとりあえずそれまでは大丈夫だと思いますから、とにかくお客さんにねいい野球を見せてほしいですね。新しい新生ですからいい野球を見せてほしいですね。はい、はい、どうもありがとうございました。山田投手でした。本当にお疲れ様でした。